クフロントは東京都渋谷区にある商業ビル。渋谷スクランブル交差点に面した渋谷駅周辺のランドマークの一つであり、建物脇には渋谷センター街入り口がある。クフロントが完成するまで、ここには東海銀行や渋谷宝塚劇場などが入る峰岸ビルがあったが、渋谷スクランブル交差点前という高立地にかかわらず影の薄いものだった。 渋谷をお膝元とする東急百貨店グループにとって、同ビルの再開発は長年の課題だったが、800平方メートルに満たない中途半端な敷地面積が通常のショッピングセンター的な開発を阻んでいた。1990年代に入り、東急グループの渋谷再開発、セルリアンタワーの一環で、旧建物の建て替え計画が持ち上がる。 三浦守東急百貨店社長から相談を受けた RIA の近藤翔一はこの場所には看板仕上げの建物か内部の動きが透けて見えるような半透明の真っ白な建物かどちらかと思い漠然とした建物イメージが固まってきた頃東急ハンズの業態開発に参画した浜野康博がメディアやデジタル関連のテナントを集積させ建物は透明化 半透明のファサードで巨大な映像とアートで多い、携帯を感じさせないようにすることを提案。同時に、グレーター支部や構想を掲げ、女子高生がカッポする、駅周辺に証券を狭めるのではなく、近隣の商業集積エリアである初大、エビス、三軒茶屋、六本木という半径 3km 圏まで拡大、そこに対等するデジタル族という新しい、 ターゲット層を取り込むという概念をひねり出し、浜野は総合プロデュースを手掛けることになった。不在建築というコンセプトのもと建てられたクフロントは、建物内部は、ラチス構造の部柱空間で、狭く変形した敷地ながら店舗面積を、最大限確保。地下2階から地上8階までの10層のうち、7階の、東方の映画館、渋谷シネフロントを除くすべてのフロアに、 カルチュア・コンビニエンス・クラブが入居し、筆頭店と位置づけられた、渋谷ツタヤは、同社の店舗の中で最大の在庫を揃えた。事業主は東急百貨店の子会社、札幌プラザ、運営はその子会社の、旧フロントが行い、総工費は57億円だった。不動産は、親会社である東急百貨店が2002年に証券化、し、 特別目的会社の QF アセットファンディングに、新宅受益権を売却。翌年9月、同社から、東急リアルエステート投資法人が、新宅受益権を取得している。建物の目玉は、ダブルスキンカーテンウォールに内蔵された街頭ビジョン、Q's Eye。2005年には老朽化に伴いビジョンを交換し、2013年には、 既存中央のメインビジョンの周囲を取り囲むように新たに配置したアートビジョンの設置工事が完了した。2種類となった LED ディスプレイのうちメインビジョンでは HD 画質の映像にも対応するようになりメインビジョンとアートビジョンを連動させることで1200インチの一つの巨大画面として使用することも可能となった。q ュ i には 長期固定契約したスポンサーの広告をはじめ、インターネットから直接取り込んだ映像、公共情報などを配信。過去には、メッセージ A55 と呼ばれる特別枠も組まれ、ルールに乗りた内容のコンテンツならば、個人を対象に、イラストや映像等で作成したメッセージを流して、もらうこともできた。二千二十年には、ビル最上部となる地上から約四十メートルの位置に、 日本コカ・コーラが渋谷コークビジョンを設置した。同ビジョンでは10日型 LED ビジョンとその背面から LED 照明を当てることで立体感のある映像が上演されている。1.2階にスターバックスコーヒー、渋谷ツタヤ店、地下2階地上6階にツタヤの機関店である渋谷ツタヤ、7階にツタヤとワイヤードカフェのコラボ店舗である。 ワイヤード東京1999、8階に、ツタヤの業務スペースが配されている。開業時は、地下2階地上4階が、渋谷ツタヤ、5階が、イベントスペース、イースタイル、6階が、デジタルスクール、ビットバレー渋谷デジハリ、7階が、渋谷シネフロント、8階が、ダイニングバー、プンラクおよび1階から2階の、スターバックスコーヒー。 渋谷ツタヤ店の構成だった東急百貨棚子会社2003年に東急百貨店に九州合併され法人解散このスターバックスは世界一売り上げが多いありがとうございます